トリクロルメチアジドは、ヒドロクロロチアジドと同じく、チアジド系高圧利尿薬の一つである。腎臓の炎位尿細管での NAA、CL 再吸収を阻害する。また系の排泄を増加させる。通常、心不全、肝硬変、副腎皮質ホルモン治療、その他に伴う不死の治療や高血圧の治療に使用される。獣医学の分野では、馬の死死遠位の経度主張や、 打撲の治療に、デキサメタゾンと併用される。商品名フルイトラン、使用の犠牲薬製造販売。日本で承認されている効能、効果は以下の通りである。下記の患者には近忌とされている。重大な副作用として、添付文書に記載されているものは、再生不良性貧血、低ナトリウム血症、低カリウム血症である。5%以上に現れる副作用として、 発疹、顔面腰をこう、抗線過敏症、電解質失調、血清脂質増加、抗尿酸欠症、抗血糖症が記載されている。トリクロルメチアジドは、遠移尿細管でのクロルイオン再吸収とナトリウムイオンの再吸収を阻害する。ナトリウム、クロルと共に水分が排泄され、その結果、利尿効果がもたらされる。トリクロルメチアジドの化学名は、 一時大きさい度 3, 四時ヒドロマイナス三マイナス六クロロマイナス2、H マイナス一二四ベンゾチオ大人マイナス七するホンアミドである。トリクロルメチアジド合成法。ありがとうございます。